たくさんの、ね、神社仏閣回っていて、友達がね、そのバス1台貸し切って大体毎回50人で行くけども、その方たちがこう仲良くなってくるのが一番嬉しいんで。だよー、はい、今日もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。うわ、大王、はい、今日はですね、松江の皆様と一緒に収録しております。やばいね、ありがとうございます。チーム広島の、あ、最前列チーム広島の皆様が、ありがとうございます、はい、固めてますね。ありがとうございます。はい、サイリウム、あのライブとかで使うやつ。なるほどね、はい、しかも結構本格的なでかいやつ、はい、なんで他の方ないんですか。すごいまとめてるじゃないですか。もう大王、普通の講演会じゃ満足いかない体になっちゃってますね。そうですね。あ、そうなんですね。もうこれがなんかスタンダード、スタンダードになっちゃって、ね、あ、そうなんですね。どこの会場行ってもいらっしゃるんでね。あ、そう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 。だから持ってこない人って一体何なんだろうな、うん、あのね、ジャニーズのうちわで、そうですね、はい、大王の写真貼って、うん、前うちわをね、持参していただいて、やっぱり世界観になるから、はい、うちわってもうそういうアイテムじゃないですもんね。そうだね、うん、そうですね、はい、でも想像しました。35歳の時に、うん、人生つまんない時に、うん、この何十年か後にこんな感じになってるの。本当にね、はい、物足りないね。物足りない。理想は上だった。はるかに、そうだね、はるかに上でした。そうだね。あ、そうなんですね。これやっぱ36ぐらいにはこうなってるはずだったんだけど、はい、1年後すごいっすね、計画が。はい、あ、そうですね、そうですね。一応違うパラレルワールドではこうなってたんだけども、あ、じ、たった1年で。そうだね、はいはいはい、アイドルにやってたんですね、うん、かなり年取っちゃったけど。いや、トイレ掃除の話しててアイドルになるの相当難しいですよね。あの、最初の項目ミスってると思いますよ。なんか最初で、最初で、そんなことないよ。本当ですか。そんなことないよ、はいはい、もう入り口はやっぱトイレ掃除だから。あ、そうなんですね。もうこれ、うっさまみおさんに頼まれてきてるからね。あ、そうなんですか、うん、うっさまアイドル。当たり前じゃない。だよ、うっさま系アイドルだったんです。そうですよ。あ、そうなんですね。当たり前しかないんですか。そうなんですね。それ以外に何があるの。ダイオがやっぱりセンター。いや、当たり前でしょ。そうですよね。ダイオのにとっては神セブンみたいな人いるんです。うっさまみおさんの中で、うっさま48の中で、うん、はい、私がセンター。センターですね、はい、バリバリセンター。ダイオのあれですか、うん、一番推しの曲って何ですか。そりゃ決まってるじゃない。メインボーカルをやってたうっさまフォーエバー。うっさまフォーエバー。AD ミラーは分かりますよ、なんとなく。あ、そうなんですね、大王。ただいまより公演情報をあなたにお届けするよ。急ですね。ハリーだよ。大王、僕たちいろんなとこに行くんですよ。行きますね。3月6日、日本武道館。日本武道館。3月10日、東京で再生生たち。東京で再生生。はい。3月27日、出雲。出雲。3月30日、千葉、千葉アガスティア。4月7、8で大阪。大阪2 days。そして4月13で宮崎。宮崎。そして翌14日は鹿児島。鹿児島。ぜひ遊びに来てください。遊びに来てね。ありがとうございます。ということで、大王、今回はですね、うん、松江の皆様と一緒に収録しております。はい、2年ぶり。あ、2年前公演したっけ。あ、そうなんです、そうなんです。あの、駅前の、あの、スケスケのビル。スケスケのビル。スケスケのビル、あのガラス張りの。そんないやらしいビルあるの。あ、そうですね。そんなスケルトンのビルある。確かに。誰が住むの。住み物じゃないですよ。この町の施設ですね。あ、施設だ。はいはいはい、スケルトンなの。だ、スケルトンですよ。はいはいはい。公演したよね、確かに。しましたしました。電磁波と全車輪だった、はいはい。そうですね。でも今回の会場広いですね。そうだね。たくさんの方が来ていただいて。いや、っていうか、はい、僕はもう日付も曜日の感覚もないんだけど、今日一体何曜日なの。はい、水曜日。あ、今日水曜日。はい、水曜日です。仕事してないんですか。休んできたよ、みんな。あ、わざわざ休んできたよ。ちょっとその分はあなた払いなさいよ。いやいやいや、2級払ったもんね。申し訳ないよ。コストがやばい。毎回公演するためのコストがやばい。平日に公演入れないでくださいみたいななっちゃいますよね。公演終わった時にジャニーズに請求してください。いや、すごいな。本当にあの忘れていただければとは思っておりますので、はい、ということで、大王、今回なんでここにいるんですか。僕たち昨日までツアーをねしておりまして、はいはい、出雲ツアーでしょうかね。出雲ツアーでしたね。まあ本当にね、たくさんの方たちといつものパワースポットツアーですね。はいはいはい、楽しかったですね。楽しかったですね、うん、大王、印象に残ってるやつとかありますか。一緒に回る時に、はい、大石陽子師匠と一緒に回るんだけど、一つ一つのお寺で、はい、神様からのメッセージを教え
教えてくれるのでね、はいはいはい、回ってて感慨深いのと、はいはい、やっぱり普段出雲に来たら、うんうんうん、分かんないじゃん、僕ら出雲大社しか分からない、分からないですよ、出雲大社にまつわるエトセトラの周りのもっと、うん、周りの ね, ねすごいところがたくさんあって、そういうところを回ってきたので、うん、なんかすごいですね、いやすごかったですね、だから昨日もね参加した方が、はい、2日間でお寺さん10個ぐらい回ったよね、いやそうですそうです、だからそのお寺さん回るために、はい、めちゃくちゃ神社ですよ、お寺よりも神社寄りです、うん、神社寄りです、何を言うやめてなんか何を言うに対してちょっとトラウマ感が、なんか変な汗が出てくるんですよね、背筋がゾクゾクっとする、何をただの言葉なんですよ、何を言うってただの言葉なんですけど、これで武道館の時にね僕がテンパったというか、あの記憶がフラッシュバックしてくるんですよねシベリアか、シベリア、思い出すな、思い出す、いろいろ、いやだから参加する方が、はい、こう一つ一つね、はい、神社に行くたびに、はい、体が軽くなっていくんです、はいはい、なんてことを言ってました、言ってましたね、あの人ね2万体ぐらいついてた、もともとだから2万体何がついてたんですかね、行くたびにこう、はい、落ちていくので、はいはいはい、もう最後にはもうすっきりした顔でね、すっきりした顔で晴れやかな顔で、あの方が今日はいらっしゃってないのかな、はい、2万体、2万体の人、2万体ホルダーですね、あの人用が終わったら帰ったんだな、そうですね、はい、そうですそうです、用なしですね、用なしだね、はい、もうミッション達成したので、ミッション達成したもうさっさと帰っちゃったそうですそうですそうです、でも本当に神様のメッセージとかなんかそういうのを受け取れたのすごく良かったですね、毎度毎度ね、はい、もう何回やったの、10回近くやってるでしょ、いやもうそうですね、ね、もうこの2年3年、もう洗えないですね、分かんないです、分かんない、いっぱい10回ぐらいやったね、はい、この人たちは地元なのになんで来なかったのかな、あ、何、やめて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 、急になんで説教モードに入るんですか、やめて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 、ここに集中しようと思ったんですね、きっと、いや地元なのに来ないっていうのは、うん、おかしいじゃないですか、いややめて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 、思っても言わないで、でみんな平日にそんな休めないですよ、それって言うと何か、やめて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 、江戸節で攻めるのやめて、江戸節で攻めるのやめてください、前の方はね、みんな、うん、あの来たメンバーだから、前の方の方たちはね、ツアー参加のメンバーだ、ツアー参加者さんですけどね、うん、そうですね、そうですね、なんか4列目以降の方は、はい、出雲の方なのに、はいはい、無視してこなかった人たちは、はいはい、ちょっと待って、だんだん苦笑い指数が上がってくる苦笑い指数がそうですよね、あんま慣れてないんだと思いますよ、いじりに慣れてない、いじりに慣れてないですね、この大王のお客様いじりみたいなやつっていつからやってるんですか、記憶にないよね、ずっといつからこんなスタイルになったとか、公演スタイル前はこんなじゃなかったよ、あ、本当っすか、こんなじゃなかったけど、はい、いつの間にか、はい、キャッチボールするようになったよ、うん、お客様いじり倒して、そう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 、うん、ちゃんとして、多分あれじゃないかな、うん、君まろの動画を見てからかなあ、そうなんすよ、うん、綾野浩二先生の、うん、綾野浩二先生のあれを見て、お客様をこんなにいじっていいんだって、そうですね、いうことにインスパイアされて、はいはいはい、それからこういじり出したんだね、そうですね、まあ、君まろさんも痛烈なディスを、そうだね、あれから40年すごい漫談ですね、そうだな、いつかやっぱあのレベルに行かないとダメだよ、あ、大王、あ、ちょっと髪型似てきてるのかな、もしかしたら、ね、君まろにちょっと外してみようかしら、そうですよね、金村さんそうですもんね、うん、そういうモデルがあったんですね、だよ、いやいや、ですね、あれ見て結構、はい、あ、こういうのもいいなと思って、あ、そうですね、そうですね、そうだね、そしたら開花してたんですね、別に開花はしてないけども、はいはいはい、まあまあそれでお客様が喜んでいただけるから、あ、そうですね、やっぱ笑ってもらってなんぼだからね、いや、ほんとそうだと思いますね、うん、でも今回のツアー、やっぱり笑いもこのバスの中でもずっと大をトークしてくれてましたし、みんながいろんなトークしてくれるじゃないですか、そうだね、めちゃくちゃ笑いましたね、いやでもね、昨日オンラインサロンで、はいはい、一昨日撮ったやつも昨日配信したんだけど、はい、あ、そうなんですね、うん、渋沢ホニャララで逮捕されたっていう見た人いる、見た人、渋沢ハイジャック事件、いやすごいっすよね、ハイジャック事件、ハイジャック事件、身内からハイジャック犯が我なので思ってなかったっすね、身内からな、はい、まあまあそうですね、これぜひオンラインサロン見てほしいですね、まあでも本当ね、そうやってたくさんの、ね、はい、神社仏閣回っていて、はい、やっぱり友達がね、そのバス1台貸し切って大体毎回50人で行くけども、はい、その方たちがこう仲良くなってくるのが一番嬉しいんだよ、あ、だよ、好きっすね、いや本当に嬉しいよ、そうやってさ、参加された方がね、初対面なのにもかかわらず、はいはいはい、2日間行動を共にすることによって皆さんが仲良くなっていく、はい、そしてこの旅が終わった後も、はい、日本中に友達がいる世界観って僕すごくいいんだよね、だって元々僕は30
15歳の時に、うん、本当に友達もいなかった中で自分の師匠のところに飛び込んでいって、はい、で師匠は365日日本中で講演されてる方だったので、まあ、僕は、ね、その方の追っかけをしていきながら日本全国行って、うん、で何が良かったかって言うとやっぱその地域地域によってお友達ができてくるっていうのがね、そうなんすね。そうだね。だからもう僕は師匠にずっと言われてたよ。行動範囲を広げていきなさいってことをずっと言われていて、はいはい、行動範囲を広げていくと人格が広がってくるからねってことをずっと言われてきたから、はい、今ではもう日本全国に本当に友達がたくさんいて、どこに行ってもその地域の友達がいるってさ、こんな素晴らしいことはないじゃない、うん、そうですね。だから2日間ね、あえて濃密な旅行に参加した方々がこう仲良くなってくれるっていうのは嬉しいよね。あとはほらツアーは常連の方が多いから、多いですね。ね、だから常連同士の方たちが仲良くなっていてさ、なんかもう家族みたいな感じになってるもんね。いやそうですよね。だって2、3ヶ月に1回会うんですもんね。そうだって昨日だって2人カップルが生まれてね。縁結びだから。いつもは縁結び。縁結びだから。縁結びだからね。本当に結ばれちゃってね。そうですね。そうですね。大変だったよ。大変でしたね。昨日の夜盛り上がりましたね。昨日の夜暑かったよ。暑かった。え、台本結ばれたんですか。昨日の夜暑かったんですか。暑かったですね。台本結ばれ、知らないところで台本も結ばれてたんですか。いやいや本当にすごかったですね。そうなんですね。結構夜まで一緒にいたけどな、みんなで。まあでもあれね、ジャニーさんと別れてから次から次へとね、お部屋に行って。それ縁結ばれてるのかな。まあしょうがないですけどね。そうですね、そうですね。だから次回のもうあれですね。そうですね、次回は7月の京都ということですね、はい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 、僕らのやつっていうのは全部ストーリーがあって適当に行ってるわけじゃなくて、はい、今回出雲の前が徳島で、はい、からこの徳島からこの出雲っていうのがつながっているんだよね、うんうん、はいはいはい、でこの出雲から今度はまた京都に、京都に連続のストーリーが、まあそれは今ここでは多分ね皆さんわかんないと思うけど、うん、来てくれるとこういうストーリーで来ていて次は京都ってことで、うんうんうん、このつながってる連続性のね、はい、物語、常連の方たちはそういうの楽しいんじゃないかなと思うけどね。そうですね、まあ、ぜひね京都をまた7月に、うん、まだ日程がちょっと決まってないんですけども、次回は京都ということでございますので、はい、京都2日間のね旅、うん、バスツアーということでね、うん、お時間ご都合ありましたら、うん、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますね。はい、ありがとうございます、はい、ぜひ次回のツアー募集を楽しみにしてください。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントどうぞよろしくお願いいたします。 LINE 公式アカウントも新しくなりましたので登録をお願いします。お願いします。桜庭地域ファンクラブ、夜のツタンカーメンオンラインサロン、あなたの知らない世界を覗いてみませんか。僕の主張がたくさん出てるからね。 YouTube では語れないこと、 YouTube ではさ本当のこと言えないんで、本当のことが言えんのオンラインサロン、ぜひ覗いてみて、ぜひ仲間になってください。